はい、では行きましょう。さあ、狙っていた方向に行く。とりあえず見に行ってみる。自転車乗るか。マップちょっと見て一回。マップここは何？8番道路。8番道路。無人発電所。無人発電所？無人発電所ではないよな。ポケモンタワーですね。無人発電所っていうのは行ってないですね。まだね。行ってないね。OK。見にくいんですよ。めっちゃ。ここ無人発電所。横のところに行け、うまくカーソルが合わない。まあいいか。とりあえず行こうか。自転車乗って、よし、行こう。戦っていくんでしょ？当然。変な坊さんがおるな。丸くてふわふわでぬいぐるみみたいなポケモンなんだ。ピカチュウのことか？ピカチュウのことですか？いや違う。こいつはニドランを持ってるんじゃないか。ポッポかピッピか。ああ、こっちか。ピッピか。ちょっと待って、これピッピの次の状態見れるかもしれないですね。エスパー。技タイプ、エスパー。そんなんあんねや。エスパーっていうタイプがある。歌う。ちょっと一回やってみようか。やっぱりね、素早さがぐーんと上がった。はい。しかし、素早さが上がっても行動順なだけで、多分、その、避けれるとかそういうことには影響しないですよね、多分ね。命中率には影響しないと思うんですよね。寝てるな。往復ビンタされたら起きるパターン。往復ビンタされてもほんまに起きないんですよね。ああ、もうずっと寝てるわ。眠気覚まし使うか。自然に起きることも多分あると思うんですけど、敵の方はすぐ起きんねんけど、こっちはマジで起きないですよね。味方サイドはマジで起きない。電光石火当てていきます。OK。 ピッピの進化バージョン出してこい。それが見たいんだ。またピッピです。ピッピー、メガトンパンチいた。まあでも電光石火を置いておくよりかは高速移動で、まあ、素早さ上げといた方がいろいろと、なんていうか応用は効きそうですね。電光石火もいらんちゃいらん。まあ、最速で入れたい時にはもう早めにスピード上げとくみたいな。月の石でピンピがな、ピッピがなんかに進化するってポケモンジャーナルで読んだの。うん、それは知ってんね、俺も。進化させてみたいんやけど、俺は今時、さすらいのギャンブラー。何今時やな。もう無理よ。パチンコスロット無理よ。うわ、いかつ、かっこいい。ギャンブラーが勝負。ガーディー。ガーディー、欲しい。ガーディー。今一番欲しいモンスターかもしれないですね。かわいいっす。てかこいつのでかい状態が見たいんです。てか当たらない。こいつ持っとるかもしれないですよ。ガーディーの次のバージョン。ロコン。来たか。来たか。来たかもしれん。うわ、かわいい。かわいい。これ、ガーディーじゃないな。系統一緒やけど。キュービのキツネになりそう。今はまだ、5個ぐらいしかないっすけど、ロコン。ここ一番を逃すとは。一番ギャンブラーとしてはダメよ。ギャンブルもポケモンも勝負には変わりない。始めたらやめられないのさ。まあ、わからんでもないぜ。ここ、なんやこれ。まあ、後でいいか。戦っていきましょう。草原がありましたね。あのね、戦いには戦略が必要なんだ。知ってる。それは知ってる。まあ、いろいろ教えてくださいよ。理科系の男。ベトベターに対してはこいつの水っていうことではないんだけど、電気あまり効かない。メガトンパンチ、あんまりでも物理効かなそう。まあでも大丈夫か。よし、キクマルレベルアップです。ベトベトン、ベトベトンときましたか。うわ、でかっ。はーい、先生、消しゴムが落ちました。シート引いてるな。よし、
ベトベト OK。 いやこんなん絶対買いたくないわ。またベトベターか。なんかポケモンもさ、本当にその可愛いやつばっかじゃないっすよね。結構かっこいい系、その気持ち悪い系、いろいろと混ざってますから、気をつけないで。これ使ったやつゼロ人説じゃないか、理解できない。使ってるやつゼロ人説じゃない。初めにベトベター出して、いいや他ので一気に、うん、ブツブツ。いや全然戦略なってない。だってベトベトのやつしか入れてないもんお前。うわ、あっち向いてこっち向いて。これニャースって超可愛いの。ニャーニャーニャー、おるんかな、この草むらに。おるんかなニャース。まあ可愛いけどな。まあ可愛さは分からんでもないけどね。そこまで可愛くないんですよ。なんかちょっとあのニャンさん好きですけど、なんそこまで可愛くないんだよな。キクの方が全然可愛いですよね。全部ニャースじゃないやろな、まさか。トップブリーダーかこいつ。トップブリーダーの可能性が出てきてる。うわうわうわ、全部ニャースやこれ。4連で猫でコバ、まさかこいつ、まさかサミーの回しもんか。あ、3連やった。そんにゃー、やん、ポッポもコラッタも可愛い。私迷っちゃう。わかるよわかるよ、その気持ち。こうして並んでると花一門目してるみたい。花一門目、花一門目、今時の子供やるんかな。え、めっちゃ持ってた今。ポケモン超持ってたような気がする。5匹ぐらい持ってたか。レベル弱いっすもんね。レベル弱いってことはいっぱい持っとるバージョンやん。ほらすげえこいつ5匹も持ってる。しかも弱いやつばっか、初期状態ばっかや。いける、よし。いやレベル差がさすがにあるから、ニドラメスこれが欲しいんですが、最初は顔怖いんです。あ、ね、ニドラオスや。オスは最初顔めっちゃ怖い。なんかちょっとガンダムチックやねんな。白目すぎて怖いんですよね。やっぱ黒目クリクリってしてるのが可愛いですよね、動物は。多分倒せる、レベル差があるから。あ、センキュー、お金ゲット。電光石火はやっぱり火力にかなり難があるな。うわ来た、ピカチュウさん。やっぱもうどう考えてもマックスで可愛いなこいつ。電磁波食らって麻痺。電磁波いいよね。くぅ耐えろ。くぅ、よし当たった。もうキクは引きましょうか。うるさい竹やしね、ピポンピポン。いや可愛いのいっぱい持ってる。まあ、趣味は合うわ。付き合う？山吹シティの警備員、ゲート通らせてくれないの。真面目だけど意地悪ね。ということはこの向こうサイドに山吹シティの警備員がいるってことなのかな。先に見に行ってみましょうか。ん？あと2人ね今残してますけど。ギャンブラーがおる。これは何？ここから地下通路、玉虫シオン。地下通路、なるほど、ここに警備員がおるんやな、おそらく。おう、ギャンブラーに捕まった。よっしゃ、戦って運試しするか。来いや、ギャンブラー。今のところ見た目はこいつが一番かっこいい。ニョロも、気持ち悪い。こいつを飼おうとする気持ちがわからん、ほんまに。蕎麦屋さんとかの前に置いといたら良さそうな、オブジェとしてはこういうオブジェありそうな気もする。謎な謎ですけど、うまい蕎麦屋さんの前玄関のところにこんなん置いてあったような記憶もないような、あるような。催眠術、寝るんやろねこれは。寝た、寝るのもきついね。寝るのも覚めないんで、わー、いや、アイテム消費してしまうの、これ。あ、飛ぶね。あ、わ、
来た。泡は多分大丈夫やろ。よし、大丈夫。風。くわ。よし、倒した。ナイス。ナイス、ハトムネ。いけるか、ニョロゾ。え、カエルになるんじゃないの？うわ。このまんまデカなってモテるやん。気持ち悪い。カエルになるんじゃないねや。ちょっとカエルっぽくはなってるものの、ほぼそのままデカなってモテるやん。絶対あかんやん。絶対あかんデカなり方してるやん。ちょっと強いけど、起きるまで待つか。効かないですからね、こっちは。ちょっと起こそう。全然効かんから起こしますね。なんかあの手が変に気持ち悪いな。手だけでかなってるやん。あれ口なのか腹なのか、なんなんやあれ。大体分かった。その口とか鼻とか目とかがよく分からんやつが気持ち悪く感じるんや。やっぱ人間ってこいつ目は分かるし鼻分かるけど口のあたりがよく分からん。腹の巻き巻きも気持ち悪い。起きないですね。放置してても全く起きないですね。でもこれ起こした瞬間までやってくるってのあるで。これよし、耐えた。あの巻き巻きを見たら催眠術にかかんねん。そういうことですよね、多分ね。あの巻き巻きが催眠術の効果やねん。ふっ、噛みつく。よし、ケイ、仕留めた。今日は勝負運悪し。どうも今日はついてねえ。じっとしてよ。おそらくここに警備員がおって通れないってことですよね。私真面目な警備員。はあ、喉が渇いた。みんな喉渇いてんねん、警備員。なんかジュース的なものをあげたら絶対通してくれるんだろうと思われるんですけど、みんな喉渇いてますから多分そういうことなんだろうと思いますけどね。君ポケモン強そうだけど理科は得意なのかい？なんで気になったんや、それが。なんでそれが気になってん。でもね、大体ね、あのね、頭いいやつは何でも得意よ。ポケモンも得意やったらね、ゲームも得意やったらね、勉強も得意なもんが多いのよ。ソニックブーム。ソニックブーム、これ風か？風攻撃系かな？ということは、ドガース。もしかしたら使えるようになるかもわかんないですね。こいつやばい、マジで。あの、ハトムネが使えるようになるかもしれないですね。こいつ見た目マジやばいな、ほんまに。ヤンキーやもん。中学生ぐらいのヤンキーでこういうやついそうやもん。恐れを知らない感じ。なんかね、明らかにビッチな女、同い年ぐらいのね、中学生同士で付き合ってる、明らかにビッチな女を連れて、ゲーセンとかに来てそう。ああいうタイプは。もうね、タガが外れてやりまくってそうです。コイルが怖いですけど、電撃系が来ないと踏んでるが、電気系が怖いんです。体当たり。ラキラキ。よし。オッケー。多分通路通るだけやから、多分通路通るだけだと思うんで、あなたはよく行くの？タマムシシティのデパート、いろいろ売ってて便利よね。へぇ。これまたなんか落ちてたりするかもしれんで、ちょっと A ボタン押しながら。暗い通路は、ねえし。ほらほら、マジかよ。知ってたみたい。ごめんね。いや、これ知ってたわけじゃないから、マジで。ちょっと一応、もう一個ぐらいないかな。いや、もうこれ完全に調べてたやん、俺。攻略サイトで。いや、知らん。マジで知らんすよ。その、あるあるやろ、あるあるなんやろうなと思って試しただけなんですけど、まさか、しかも金の玉が釣れるとは。あ、またあった。めっちゃ落ちてる。PPA だ。え、もう一個あるかな？一応こうなったら調べとくか。
げえ、めっちゃ落ちてる。前の地下通路は1個だけしか落ちてなかったと思うんですけど、もうないか。さすがにもうないか。さすがにもうないか。もう1個ぐらいなんかないか。ないな。ないな。まあでも次もこういう道見つけたらもちろん全部調べるからね。あるのは確定やねんから。このところ玉虫シティの方でも居眠りポケモンが現れるそうだ。こっちもか。その対策が急がれるね。よし、到着しましたよ。ただあまりね、ポケモンたちがこう元気じゃないんで、さっさと一回ポケステーションに行きたい。お待ちっぽい。来た。ていうかこいつロケット弾じゃないの。目の前をちょろちょろ、うるせえ、ロケット弾を舐めるなよ。戦うわけではないねや。ロケット団の本拠地なのかな。僕も自転車を持ってたらサイクリングロード行きたい。サイクリングロードとな。ポケモンの笛で寝てるポケモンが飛び起きるのは、ん？ポケモンの笛で寝てるポケモン飛び起きるのは人には聞こえない特別な音も出てるが、ポケモンの笛っていうのを手に入れなあかんのか。赤竹シティから来たんだけど、サイクリングロード上り坂だから疲れちゃった。ポケモンの笛とやらを手に入れるってことやな、多分。なるほど。なるほどなるほど。それを吹いたらあいつらが起きよる。夢食いではなかったってことですね。まあいいや。ちょ、デパート行きたいやん。デパート。音また違うね。こいつ俺の相方ニョロボン。水の石を当てたらニョロゾが進化したよ。え、水の石ゲロゲロ。え、ニョロゾがこれに進化したの。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待てよ。なんかおかしいぞ。俺の中の進化がおかしいぞ。ニョロも、あ、ニョロもニョロぞ。こ、次があったんや。ニョロボンがあったんや。ここで晴れてカエルになるんか。うわ、ごめんな。許してくれ、ニョロぞ。気持ち悪いと言ったこと。カエルになるために準備やったんや。よく当たるは技の命中率を上げる。クリティカッターは技が急所に当たりやすくなる。わかります。あ、玉虫デパートでそれらが売ってるってことですね。玉虫マンション。玉虫マンション。あ、買えんねや。ペットかのマンションや。ピッピー。ポケモンに囲まれてると一人暮らしも寂しくないわ。うちのニャースなんかたまにお金拾ってくるの。いいやん。ニャーゴ。仏壇だ。ポケモンの本がいっぱい。ポケモンの本がいっぱい。あの裏口なんやろね。これは管理人さんってことなのかな。謎の裏口があそこにある。ポケモンマンション。ここはポケモンの本がいっぱい。勝手に使ってる。あかんって。勝手に使ったら。一回大木戸連絡してみるか。はい。ポケモン図鑑の現在の完成度は60。おお、もう65匹も見つけてんねや。捕まえたポケモン27。大木戸博士の評価。ポケモン図鑑にしてはまだボリュームが足りん。いろいろな種類のポケモンを取るのじゃ。はい、了解です。30超えたらまたなんかなるかね。ゲームフリーク応接室。こんなところにゲームフリークの応接室が。ゲームフリークってこの会社ですよね。ポケモン作った。僕シナリオ書いた。あのエリカ可愛いでしょ。カスミもいいよね。夏目もいいよね。すげえ。俺プログラマーだよ。グラフィッカー。名前を書いたの俺さ。あなたは。そうですか。僕はゲームデザイナー。ポケモン図鑑全部集めるの大変だけど頑張って。もし全部集めたら教えてね。はーい。でも全部は集められへんようになってるんじゃないの。通信しないと。え、なにこれ。なんだここは。あ、そういうことか。裏口から入ってくるんや。何か秘密の場所がありましたな。ちょっと行ってみようか。さすがやで、止めたるわ。さすがや、ちょ待って、これ、いや、分かってんねんけど、裏回りましょうよ。うわ、ちょ待って、マジか。マジか、これ。いや、なんかめっちゃ秘密あるで、あれ。ちょ待ってや。行けへんのか。うわ、ガチガチに固められたる。来た。来た、行ける。こう。こう。よし、いた。来ました。
ほい。何これ、めっちゃ怪しいやん。社長室か。わしは何でもお見通し。誰やねん。あ、カプセルがある。黒板にも書いたが、わしに分かるのことはない。ゲームボーイの中に世界があることも。ぜひ友達を誘ってポケモンの交換を楽しんでくれたまえ。え、ポケモン講座。通信ケーブルを使った遊び方。あー、なるほどね。通信ケーブルを使った遊び方を。うわ、 EV を手に入れた。 EV を、唐突 EV 手に入れた。犬ワンさんにしとくか。いや、 EV が分かんないからさ。いたっけ今まで EV。 覚えてないな。初めてワンさん。ちょっと初めてこの組み合わせよ。ワンさん、中国人みたいになった。ボックスワンにワンさんを転送。ワンさんが居合斬りが使える可能性があるからな。ちょっとイーブイ見てみようか。可愛かったらスタメンかもしれませんからね。イーブイ、イーブイ、イーブイ、イーブイ。え、いねえ。めっちゃ遠い、めっちゃ遠い。いた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 。あれ？イーブイ。かわいい！ EV 進化ポケモン。3種類のポケモンに進化する可能性を持つ珍しいポケモンだ。ということは、さっきの水の石を当てたらどうのこうのみたいなこと言っとったから、そういうことかな。当てる種類によって進化変わるってことか。ということかな。レベルアップでは進化しないってことや、多分。おそらくそういうことだと思うんですけどね。いや、まあ、今のところ私の拙い予想だけなので何とも言えませんが、そういうことやろうな。多分、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 多分。これ、ここにこのヒントがあるっていうのも間違いないよね。水の石を当てたら進化した。だから石が売ったるんかな。ショップ行ってみましょうか。じゃあデパートにもしかして売ってるかもしれんし、行ってみたいと思います。では見ていただいてありがとうございました。